この先入るなって言ってるみたい。なるほど、余計に入りたくなったか。いつからあるんだろう、この場所。かなりの年代物だな。やったね。来た甲斐があったというものだ。ほら、かかってきな。それともビビってんの。入り口にしてやるんじゃないか。なんなんだ、あんたもうるさい。魔法で叩き落とすぞ。いくら倒しても足りないな。なんなのマジ。味気のない相手だったな。ちょうど欲しいなと思ってたとこなんだ。せいぜい大事に使えよ。浮かない顔だな。おお、これだ。とにかく早く決めてくれ。やったね。来た甲斐があったというものだ。
中身は行き止まり。ならさっさと戻るぞ。タンタから盗むとこんな目に遭うのか。ここにはよほどの秘密があったのだろう。ちょっと、あんなでかい怪物と戦えっていうの？だったら尻尾を巻いて逃げるか。聞いてるみたいだね。なあ、今のはどうよ。よっ、そうみたいだ。やってな。不思議な場所だね。
強くなってきてない？それなりに力がついたんじゃないか。一生かかっても慣れたくないってば。ついてたな。ここならひとまず安全そうだ。ずっと安全だといいけど。たかだか20年の割には風化が早いな。ブレイクのせいもあるのかな。スパールの壁を見る限り違うな。
上から奇襲してくるぞ。気をつけろ。撃ち落とせばいいだけでしょ。手こずらせてくれたな。ああ、マジここやっちゃい。今の聞いたんじゃない？にゃっ。名残はあるけど。ああ、その痕跡が余計に痛々しいな。らしいことをしたんだろうな。だが今さら遅い。これでなんかすごいの作れそう。もうお墓ばっかだね。埋葬されただけマシだろ。大抵は野ざらしだ。到着。ついてしまえば一瞬に思えるな。薬草がたくさんあるね。全部ジヌーンの特産品だった。分離ソロ。
あと少しだ。オッケー、了解。疲れたか？まあね、この右手についてる腕輪が重いせい。手いきそうだ。よっしゃ、なんかやばい。見るからね、でかいのが来るぞ。はい、あ、大丈夫か、フレイ。なんとかね。ちょっとダメか。来たぞ、ロー君。うん、立て直すよ。ああ、もう無理かも。よっ、近づけば怪我するよ。マジ？あんま効いてないみたい。ああ。樹液はないのかな。扉の向こうはどうだ。しっかりしろ。あ、くそ。ねえ、こんなにタンタの力に頼らなきゃいけないのもなんか尺じゃない。気持ちはわからんでもないが、今はそうも言ってられないだろう。まあね、
だまだ先って感じ？それほどじゃない。あっ！何？いたぞ。ええ、早かったね。中身は？どうする？登ってみるか？いいよ。お先どうぞ。かつては人が住んでたんだろうな。敵の気配がするぞ。気をつけろ。はいはい、分かってるってば。敵の弱みにつけ込むんだ。お前、悪役の方が向いてるんじゃないの？はあ、この場所っているだけで気がめいりそう。歓迎感のあるレルムではないな。なんだろう、お前も。誰かが脱出しようとしたのか、もしくは逆か。そら、ちょっと。これでこいつも楽になれるかな。今の聞いたんじゃない？
よし、その調子だ。次はもっと強い相手が必要だな。ああ、いいや。別にこんなの極めたくないし。これプラーブと関係ありそうだね。試しに使ってみろ。化け物はいないね。まだ暴れ足りないのか。私を何だと思ってんの。何を研究していたんだろうな。まだブレイクがない時代でしょ。じゃあ魔法についてとか。当たらずといえども遠からずかもね。
何しに来たんだっけ。冗談はやめてくれ。猫に見られてるような気がする。なんだ、それは猫好きの勘というやつか。ジュヌーンには芸術に秀でるものが多かった。それじゃ高く売れるものがあるかも。今のアーシアでは価値はないだろうけどな。いい子ね。おやおや、ずいぶん気に入られたようだな。ブレイクが広がる前に建てたのか。民が大変な時にこんなものを建てるとは。のんきか。なんか理由があったのか。
特殊な力に頼りすぎるなよ。存在自体が特殊なやつに言われたら説得力ないけどね。ここは集落か。多分なんとも物悲しい空気。今のはどうよ。数が多すぎる。分かってるけど、こっちに来る。それなりに力がついたんじゃないか。一応もらっとこう。誰もいないな。お前嫌われたんじゃないか。思い当たることしかない。なんかに使えそう。まだまだ先って感じ？それほどじゃない。聞いたんじゃない？今は祈ってる場合じゃないぞ。よし、
今だ、やれ。わかった。まだいける。倒したか数えてた？いや、面倒ですぐにやめた。まだまだ先って感じ？それほどじゃない。敵はいないみたい。あまり気を抜くな。何かあったか？あまり感傷的になるなよ。
余計なお世話だし、別になってない。ならいい。同情しても無駄だ。硬い敵ってのは厄介だな。だね、超しんどかった。拾っておけ。Thank you.
ャンスだ。これでも食らえ。どうだ？さっきよりはかなりマシかな。